てと。それじゃあ始めようかな。本日のテーマはノーマルマップについてです。前回の配信ではシェーダーグラフを使用してスプライトにエミッションマップを設定しました。同じ要領で今回はノーマルマップを適用してスプライトに凹凸の情報を追加してみます。まずはノーマルマップを作成します。自動でノーマルマップを生成するツールもありますが、今回は手動で作成することにしました。手書きでノーマルマップを作成する場合だと、右側から光を当てた画像、上から光を当てた画像、正面から光を当てた画像を合成する方法がありますね。今回のサンプルでは左のような感じで、右から光を当てた時に明るくなる場所と暗くなる場所の色、上から光を当てた時に明るくなる場所と暗くなる場所の色を用意してドット絵のノーマルマップを手書きしました。ノーマルマップを作成したら、エディター上でドット絵に光を当てて不自然な凹凸になっていないか確認します。違和感のある場所があればノーマルマップを編集して再度エディター上で確認というような作業を繰り返します。スプライトアニメーションで複数のドット絵を使用する場合はそれぞれノーマルマップを作成する必要があるので割と大変ですね。ということで続いてはプロジェクトにノーマルマップを追加します。まずは画像の設定を変更します。テクスチャータイプをノーマルマップにしました。前回の配信ではアルデドマップとエミッションマップを1枚の画像にまとめて作成しましたが、ノーマルマップの場合は個別に出力する必要がありますね。これでアセットが方線マッピングに適した形式になったので、続いてはシェーダーグラフを使用してドット絵にノーマルマップを適用します。スプライトアニメーションを作成する部分までは前回の配信で編集したノードと同じですね。今回もフリップブックノードを使用してアニメーションに応じてノーマルマップが切り替わるようにします。新しく追加したプロパティはノーマルインデックスですね。ノーマルインデックスにはアニメーションで使用するノーマルマップの番号を入力します。フリップブックノードの幅と高さにはノーマルマップの分割数を入力します。今回のサンプルでは値を直接入力しましたが、分割数の異なるノーマルマップを扱う場合はプロパティを追加する必要がありますね。真ん中のフリップブックノードはアルベドマップ、下段のフリップブックノードでエミッションマップの UV を制御します。ノーマルマップの方線情報をもとにライティングを行うノードです。サンプルテクスチャーノードやテクスチャープロパティのモードをノーマルマップに変更します。
光の向きについてはベクター3で設定できるようにしました。光の強さを調整するフロートプロパティも追加しています。今回の場合だと架空の光源からの光をドット絵に当てることでノーマルマップによる凹凸を確認する感じですね。架空の光源からの光をアニメーションに適用する部分です。前回作成したエミッションマップの出力とノーマルマップの出力を加算のノードに接続しました。これで架空の光源からの光も反映されたので最終的な結果をフラグメントに渡します。シェーダーグラフの編集が完了したらセーブアセットで保存します。シェーダーグラフが適用されたマテリアルをスプライトに設定してゲーム画面に表示するとこうなります。右上から光が当たるように設定しました。アニメーションに合わせてノーマルマップも切り替えているので光を反射している部分も変化していますね。続いては左から光が当たるようにしてみます。ノーマルマップによる凹凸が反映されていますね。光の強さや色を変更することもできるのでいろいろな場面で使えそうです。続いては光の色を元に戻して下から光が当たるようにしてみます。光源の位置が変化しても問題なく動作しますね。ということで本日はノーマルマップを手書きで作成してドット絵の凹凸表現を試してみました。ご視聴ありがとうございました。